小島康臣は日本のアナウンサー、キャスター。神奈川県横浜市出身。慶応義塾大学法学部卒業。1964年4月、TBS に第9期生アナウンサーとして入社。主にニュース、報道番組を担当。1964年5月ラジオ編成局実施部。1965年6月。 報道局ニュース部、1965年12月ニュース取材部の、後、1967年11月15日アナウンサー、研修室設置に伴い、ラジオニュース部兼アナウンサー研修室付けに、1970年7月テレビ本部報道局、ラジオニュース部、1972年11月、テレビニュース部兼ラジオ局ラジオニュース部、 1984年4月、政経部。1987年7月編集部に在籍した後、1990年6月、東京放送健康保険組合へ現職出向。1992年6月、TBS 本社へ戻り人事労政局構成部に、それぞれ在籍した。また、1972年2月28日には、 連合赤軍による、軽井沢浅間山総事件現地リポートも担当する。2000年6月、TBS を定年退職。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。青年月ピ、1940年6月18日と、明記。 TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。出身地、横浜と明記。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。 出身校、慶応義塾大学法学部と名記3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、237ページ。1964.49期生10人入社、石川明大沢有利小島康臣平原。 新太郎増井貞行のト子高タ玲子二村よしニ山田・テル吉野シノ・ヨ TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、16から18ページ。64.49期生10人入社、石川・アキラ・大沢・優里小島・康ス平原 新太郎ロー・マスイ・サダユキ・ウ玲子二村タカ子山田・テル吉野シノ・ヨハット・ ABCDEF、3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、237ページ。小島康臣、2006定年、ニュース、報道番組 R、パックインミュージック TV、 これが世界だ。報道特集リポーター。JNN ニュースデスク。ハット ABCDEFGHIJ。TBS アナウンサーの動き。TBS50 年史付属資料。ハイブリッド検索編東京放送。東京放送。2002年1月。16から17ページ。小島康臣。64.5R 編成局実施部。 65.6報道局ニュース部、65.12、ニュース取材部、67.11、R ニュース部兼アナウンサー研修室付 70.、70.7TB 本部報道局 R ニュース部、72.11、TB ニュース部券 R 局 R ニュース部、84.4整形部、87.7編集部、90.6、東京放送健康保険組合へ、現職出向、 92.6人事労政局構成部0.6定年ニュース報道番組 R パックインミュージック TV これが世界だ報道特集リポーター JNN ニュースデスク72.228連合赤軍による軽井沢浅間山総事件現地リポート TBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料 ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月22ページ。1967年11月15日、アナウンサー研修室設置、ラジオニュース部勤務者兼アナウンサー研修室付、土屋のりまさ、新堀俊明、平山誠、藤林秀夫、野中康子、小泉正明、小島康臣、TBS アナウンサーの動き、 TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、27ページ。1980年10月5日テレビ、報道特集スタート。ありがとうございます。